どうもこんにちは、藤本です。引っ越しの方なんですけれども、ほぼほぼ終わりました。荷物の方もですね、新居の方にほぼ、行っています。で、今日はですね、今まで住んでいた古い方の今度のですね、掃除に来まして、で、大体、綺麗になったかなという感じです。今日はですね、元いたね、今度の部屋っていうのをちょっとご紹介したいなと思います。これまではね、ちょっとごちゃごちゃしてて紹介できなかったんですけれども、今すべての荷物を運び終えて、かなり綺麗な状態になりましたんでね、この元いた今度というのをご紹介したいと思います。はい、でね、今私がいるのが玄関ですね。これ玄関です。はい。で、玄関の脇がですね、これ鏡になってるんですが、この中身がこういう風にね、洗濯機と乾燥機があるっていう感じですね。今度なんでね、結構狭いスペースにいろいろ物が置けるようになっています。はい。で、こちらがクローゼットですね。はい。ここに靴を置いたりコートを置いたりしてました。で、玄関挟んで逆側がキッチンですね。はい。玄関入ってすぐキッチンっていうのが、割とこちらのコンドでは標準なスタイルです。冷蔵庫がありまして、コンロ、下がこんなね、オーブンになってまして、で、その上の方が電子レンジ、そして、この辺りが収納ですね。で、こちらがシンク、そしてここに食器、食洗機ですね。はい。で、ここが玄関で、玄関入ってすぐ左が、これがトイレです。トイレ2つあるんですけれども、1つ目のトイレがここで、この奥がシャワールームになっていました。ここのシャワールームはね、結局ここ3年間住みましたけども、1回も使っていません。はい。で、トイレを出ましたところがリビングですね。リビング、はい。で、このリビングの最大の特徴がですね、この景色なんですよね。ここ21階だったんで、結構ね、高層階なんですけれども、はい、こんな感じ。もうずっとね、目の前に何もなくて、地平線までね、景色が広がっているっていうね、ものすごいいい景色でした。ここはね、冬になると雪景色になるし、それから秋になるとね、この木がね、見えますよね、たくさんね、この木がこう紅葉して、なかなか綺麗な感じでした。はい。で、このリビングに戻りまして、このこちら側ですね。こちら側にベッドルームが2つありまして、まず1つ目がこちら。はい。ここの部屋をですね、私の仕事部屋として3年間使ってました。こんな感じですね。クローゼットもあります。景色もですね、ちょっとこちら側はビルが並んでるんですけれども、こちら側はね、ずっとこう開けていて、なかなかいい景色ですよね。ちなみにね、ここのドアはなんかね、エアコンの室外機がバカでっかいのが入ってますね。はい。そしてもう一つのベッドルーム、こちらのベッドルームの方が広いんですけどね、こちらのベッドルームで妻、娘2人が寝ていたエリアですね。はい。そしてこちらがウォークインクローゼットになってます。はい。そして、奥がもう一つのトイレですね。
はい、こっちはバスタブがついてますので、まあ基本お風呂入るときはこちらを使ってました。はい、ということで今まで住んでいたコンドの、ね、ご紹介をしてみました。景色もねすごい良かったし、建物自体も新しくてすごく便利だったんですけどね、私が自宅で仕事をしてかつ長女の部屋をもう一つ作るってわけにはいかなかったんでね、まあ、今回引っ越すことにしました。でもね、エリアもすごく便利な場所にあるんでね、ものすごいいい物件だったと思ってます。で新居の方もですね、だいぶ家具とかが揃ってね、生活が整ってまいりましたので、またもう少し経ったら新居のね、新しい映像もご紹介したいなというふうに思っています。はい、ということで今日は以上になります。ありがとうございました。